どう？悪かったな。あの、失礼ですが、伊達刑事ですか？あ？まあ、そうだが。やっぱりそうでしたか。私、伊達刑事のファンなんです。ファン？どういうことだ？1年前の事件で、本庁の命令も聞かずに単独捜査。ついには、あの神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた伝説の刑事さんだって噂有名なんですよ。ちょっと待て。あの事件を解決したのは俺じゃない。それに今はデカでもないんだぞ。知ってます。事件後刑事を自ら辞職、辞表を神室署署長に投げつけた後一発殴ったって話も聞いてますよ。まったくどうなってんだか。伝説の刑事。うん？神室町で誓った極道との友情、人気者じゃねえか。あ、河原警部補。お嬢ちゃん、こういった手合いに憧れるってのは良くない傾向だな。本庁勤務ならもっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな。鬼ヶ原、あんたどうしてここに？知らなかったが、俺は今公安所属のデカなんだ。あれだけ銃をぶっ放していた男が公安のデカか。ふざけた話だ。人聞きの悪いこと言うな。もう昔の話じゃないか。俺にとっちゃ今でも昨日のことのように思い出すぜ。目の前で容疑者を殺されたのがそんなにトラウマになったのか。まあな。でも今はもう関係ねえ。あんたと会うことももうないはずだ。待てよ。それがそうもいかねえんだ。あ？お前、須藤に呼ばれてきたんだろ。奴が待ってる。一緒に来い。地下3階か。随分とおかしな場所に連れてくんだな。不安か。まあな。何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな。地下3階13号資料室、警視庁赤沼ってやつか。なあ、不祥事の的も言われてた。おう、連れてきたぜ。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。ああ。紹介します。こちら、公安部外事二課課長の倉橋警視正です。伊達さんの噂は金々。倉橋です。公安二課？どうしてアジア専門の公安二課がここに？実は昨日も伊達さんに連絡したように、今我々四課は近江連合の動きを追っています。ああ、寺田が殺された一件だろ。はい。ですが裏に海外、特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと。海外マフィアってことか。実は私たち二課は1年ほど前からアジア系マフィアの調査を進めてまして、近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。予想はしてたんですよ。こんな事件が起こるんじゃないかってことを。なんだって？私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、数週間前から神室町の様子を探っていました。すると爆発は起こった。そうです。予想は的中してしまったわけです。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ？五代目近江連合直参、合流会二代目会長、合田隆二という男です。合田隆二。寺田殺害を実行したと思われる、近江連合の実力者です。この男がどうした？実はその合田が、爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。これだけは言うとおくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな。はあ、まあ期待していてくれ。この関西弁の男が合田隆二本人と思われます。なるほど。
じゃあ四課と二課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか。そうです。この男の正体を探り出し、近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです。会話の場所は？全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ？実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。え？こいつは。そうです、伊達さんもよくご存知の男です。神室町でスターダストというホストクラブを経営する男、源氏名和樹です。どうして和樹を？実は半年ほど前、一度だけ郷田隆二が神室町にやってきたことがありまして、その時接触したのが和樹なんです。だがそれだけで。それだけじゃないんです。彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして。本名？ガンジンウ。彼は歴史とした韓国人なんです。伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ。俺だけどこへ連れてくんだ。おい、聞いてんのか。ここまで来ればもう大丈夫だわ。どういうことだ。傷害罪は表向きの口実、あなたの身辺保護を頼まれたのよ。身辺保護？逃げようとしたら即座に逮捕するわ。せよ。どこを撃たれた？大したことないわ。弾丸が貫通してない。このままじゃ危険だ。おい、近くの病院はどこだ？蒼天堀。何？蒼天堀にある葵っていうスナックへ。あんた誰や？桐生という者だが。はっ、ちょこちょこ担当買いやがって。ほんまにそんなようなことしたかてな。払えんもんは払えんよ。え？あんたみかじめ取りなんちゃうん？佐山薫って女知ってるな？薫がどないしたん？怪我をしてる。どこにおるんや？車に待たせてある。はよ連れてこんかいな。おい、
おい。病院にいたのか。手慣れたもんだったな。かなり昔のことや。やっぱりか。佐山とはかなり親しいようだな。親しい？当たり前や。うちはこの子の親や。え？まあ血はつながってへんけどな。一応これでも母親や。義理の母親ってことか。そういうよりも育ての親っちゅう方が近いな。この子孤児やねん。孤児？生まれてすぐ両親が死んでもうてな。せやからうちが育てたんや。そうか、道理でな。どないしたん？いや、実は撃たれた時あいつは葵って店に行けと言ったんだ。それが何なん？普通人間はああいう状況下で店の名前を言わない。母親や父親のことを先に言うんだ。へえ、そういうもんな。なんでわかるん？俺も孤児だったからな。そうか。まあカオルにとったらうちはほんまのおかんちゃうしな。すまん、気に触ったから。ああいいえ、気にせんといて。うちは全くそういうの気にせえへんから。そうか。そんなことよりあんた、カオルと同業？それとも探偵さんかなんか？いや、そんな立派なもんじゃねえ。え？なんなん？まあ警察の敵って言ったところだ。え？ママ、おしゃべりしすぎやで。痛むか？あんたに心配される筋合いじゃないわ。あんたちょっと、ここまで運んでくれはったんやで。礼ぐらい言うたらどないやの。ヤクザ風情に礼言うほど私も落ちちゃないわ。あんたほんまにな。まあいい、それだけ口が利けりゃもう大丈夫だ。しかし郷田隆二がこれほど手回しがいいとは思わなかった。これは郷田隆二の仕業じゃないわ。え？合流会は力で相手をとことん追い詰めてとどめを刺す。それが奴らのやり方よ。こんなプロの殺し屋を雇うような手の込んだ真似はしないわ。プロの殺し屋？あの距離からライフルを扱える者はそうはいないわ。それにこの弾丸。どうかしたのか？通常のライフルで使用する弾丸よりも口径が小さい。殺すつもりじゃなかったのかもしれないわ。つまり相手は俺を脅そうと。さあわからないわ。それは直接犯人から聞くしかないわね。どこ行くの？雇い主を探す。このままじゃ俺は誰と戦えばいいかわからないからな。それならこれ持って小副長の雀荘へ行きなさい。情報屋か。三人宅で撃っているちゃんちゃん子を着た男、あなたが「レートは？」と聞くと、向こうが「いつもどのくらいで撃ってる？」と聞き返す。そこであなたは「あんたに任せる」と答える。あんたに任せるか。そう。そしたら相手はデタラメな礼と言うわ。とにかくそれを受けて。分かった。ちょっと待って。一言言っておくけど、あなたは府警の監視下にあるのよ。逃げるような真似しないでね。私の電話一本で即座に逮捕できるんだから。分かったわね？ああ。